2005年5月にパリ市内で行われた集会で演説するブルーノ・メグレ、党首共和国運動は国家主義を掲げるフランスの極右政党である。略称は MNR、国民共和運動とも、ジャンマリー・イルペン党首に次いで国民戦線のナンバーに、だったブルーノ・メグレは、1998年に同党の乗っ取りを試みたが、権力闘争に敗れて、 1998年12月13日に除名された。メグレは自らを支持する国民戦線の党員、幹部を引き連れて、1999年1月23日から25日に党大会を開催し、国民戦線国民運動を決闘し、メグレが党首に就任した。しかし、5月11日にパリ大審裁判所はメグレ派が 国民戦線という透明とマークを使用することを禁止した。1999年欧州議会議員選挙にメグレハは候補者を擁立したが、フランス全土で578,774票を L にとどまり、議席は一つも獲得できず、敗退に終わった。1999年10月2日に党大会を開き、透明を共和国運動に変更した。 2002年フランス大統領選挙にメグレ党首が出馬したものの667,026票を得ただけで惨敗した。2002年国民議会議員選挙では577選挙区のうち571選挙区に党公認候補を擁立したが、フランス全土で276,376票を得ただけで当選者はゼロだった。 2006年12月20日にメグレはルペン党首と会談して2007年フランス大統領選挙で共和国運動がルペン候補を支持することで合意した2007年国民議会議員選挙では反移民、反イスラム化、反治安悪化をスローガンにして379名の党公認候補を擁立したが当選者はゼロだった共和国運動は 保守本流を自称するが、メディアからは、極右として扱われている。コントロール・エル・イミグレーション・イスラミゼーション・インセキュリット。ありがとうございます。